スポーツをプレイする中で、めったにない奇跡的な場面を目にしたことはありますか？もしも今、カメラがその瞬間を捉えていたならば、と思いますよね。今回はカメラが捉えることができた、そんな奇跡的な瞬間を集めてみました。驚きの連続なので、最後まで気を抜かずに見てくださいね。山の中で行われていたカーレースで、レースカーのタイヤ交換の様子を撮影していたカメラマンがいました。ふとカメラマンが振り返ってみると、そこにはまさかの大きなクマが。今にも食いついてきそうなクマに、スタッフたちも驚いて、一目散にみんな逃げていきました。もうレースどころではありません。山の中のレースでは、こんな危険なことも起こります。どんな時でも、安全第一ですね。陸上100メートルハードル走で、スタート直後にいきなりハードルに足を引っ掛けて転んでしまう選手がいました。その転び方もかなり激しく、ハードルと一緒に一回転してしまいます。見ているだけでも痛々しい場面でしたが、それでも選手は、その後ちゃんとゴールを目指して諦めず走り出しました。これが正真正銘のスポーツマンシップです。サッカーの試合で見事にゴールを決めた選手に、同じチームの選手が抱きつこうとしたところ、スルリと両手をうまくすり抜けられて、違う選手に抱きついてしまいました。これはわざとすり抜けたのでしょうか？それとも偶然でしょうか？どちらにしてもゴールが決まった喜びは、その後ちゃんと確かめ合えたようです。偶然カメラが捉えた珍しい瞬間でした。格闘技の試合での入場シーン。選手が花道で軽くパンチとキックを繰り出すパフォーマンスをし始めたところ、なんと靴が片方を脱げてしまうハプニングが起こりました。慌てて靴を履き直す選手でしたが、このハプニングはなんとも恥ずかしいものだったと思います。この出来事が試合に悪い影響を与えていなければいいのですが、プロレスの試合の入場シーンで走ってリングに飛び込んでいくはずが、リングの手前で転んでしまい、そのままリング下に入ってしまったレスラーがいます。試合に対する熱い思いが先走ってしまったのでしょうか。慌ててリングに上がりましたが、これはごまかしようがなく恥ずかしかったと思います。この日の試合の出来はいまいちだったかもしれませんね。スポーツ観戦中の男性がコーラを飲もうと手にしていますが、この後まさかの事態に陥ります。競技で盛り上がる周りをよそに、男性が蓋を開けたコーラが吹き出し始めてしまい、男性も隣の観客もコーラまみれになってしまいました。思わず男性にポップコーンを投げつける隣の観客の気持ちもよくわかります。炭酸飲料を開けるときは特に気をつけましょう。テニスの試合会場でコートに出ようとする選手とボールガールがぶつかってしまいました。その時選手はわざと大げさに倒れ込み、コートで大の字になり伸びたふりをしてほんの少し会場の笑いを誘いました。はじめは焦っていたボールガールも苦笑いです。選手が気を利かせたテニスコートでのちょっとした休憩時間でした。サッカーの大会の開会式で一風変わった挨拶がありました。挨拶をするのが人間だけとは限りません。みんなの前に立っていたのは、なんと一匹の大きなクマです。二本足で立ち上がって何か言いたそうに両手を合わせて上下に振っています。もしかしたらこれはクマなりの挨拶なのかもしれません。きっとこの大会はいい大会となったことでしょう。盛り上がる観客席にセクシーな格好をした女性がやってきました。女性が観客と一緒にカメラに映ろうとしたその時に、なんとそのセクシーな女性の胸元を小さな男の子が手を伸ばしておさわりしてきました。女性も子供に向かって怒るわけにもいかず、笑うしかありません。男の子はとても嬉しそうです。なんとも微笑ましい場面でした。サッカーのフリーキックでシュートを狙ったボールはキーパーに弾かれ防がれてしまいました。喜んでゴールを離れるキーパーでしたが、少し早まってしまったようです。弾かれたボールをよく見てみると、回転しながらゴール前まで転がっていきます。そして信じられないことに、そのままゴールの中へと入ってしまったのです。シュートした選手は大喜びです。キーパーは悔やんでも悔やみきれなかったことでしょう。サッカーのロナウド選手はそこにいるはずのファンたちに手を差し伸べていました。パンデミックの影響はこんなところにまで及んでいます。実際にはここに駆けつけたかったファンはたくさんいたのです。ロナウド選手にとっては駆けつけることのできなかったファンたちもまた大切な存在だということでしょう。バスケットの選手たちが観客席に挨拶に回っていると、一人の選手が赤ちゃんを抱き上げました。赤ちゃんは初めはキョトンとしていましたが、その後は満面の笑みを浮かべます。それを見ていた周りの観客たちからも笑顔が溢れました。もちろん、このことは赤ちゃんの記憶には残りません。しかし、いつまでもこの子の両親が語り続けてくれるのでしょう。総合格闘技の試合で、片方の選手はリングに座り込み、相手を挑発しました。
するとそれに対して今度は相手の選手がお尻を見せつけて挑発します。二人とも相手を挑発した結果、果たしてどちらがこの勝負に勝ったと思いますか？挑発勝負では引き分けといったところでしょう。長身のバスケットの選手がコートでリズムに乗り、突然踊り出しました。その大きな体から出されるアクロバットなダンスはなかなかのもので、スピンをする姿は意外にも素人らしからぬ動きです。チームメイトたちもこれには大喜びで盛り上がります。さすがプロのスポーツ選手ですね。UFC の会見で選手が小さい子供たちと睨み合いのパフォーマンスを行いました。順番に子供たちが登場すると、選手は顔を目の前まで近づけてからファイティングポーズをとって、本物の試合前の会見のように子供たちに迫ります。子供たちも選手に負けじと目をそらさずにファイティングポーズで立ち向かいました。可愛いながらも子供たちの負けん気がわかる会見でした。子供たちにとってもきっと忘れられない思い出となるでしょう。テニスの選手がラリーをするために使うラケットがもしも巨大だったとしたら一体どうなるでしょうか。実際に通常のものよりもかなり大きなラケットで試してもらいました。その結果、ラケットが巨大でも選手は上手にラリーができることが分かったのですが、その光景はなんだか違和感を感じます。まるでラケットだけ合成されているかのように見えませんか？サッカーの試合中、グラウンドになんと猫が乱入しました。選手がそっと近づいて捕まえようとしますが、猫はすぐに逃げて全速力でグラウンドを駆け抜けていきます。一体どこからこの猫が入ってきたのかは分かりませんが、この猫を捕まえるために長い時間試合が中断してしまいました。たった一匹の猫でもこれだけの大きな試合を中断する力があるのだから驚きますね。総合格闘技の試合中、相手の選手に固くホールドされている彼は正面のカメラに気づくと一瞬変顔をしました。ホールド中でも変顔をする余裕があるというアピールなのでしょうか。それを見た人たちには彼の勝利を確信した瞬間になったようです。バスケットの試合が終わった後の勝利インタビュー中にチームメイトが割り込んできてカメラに向かって変顔をしていきます。インタビューされていた彼もインタビュアーも笑いが止まらなくなり、もうインタビューどころではありません。それにしてもこのチームメイトの変顔は何とも言えない親しみやすさを感じると思いませんか？とても愛嬌のある変顔です。この高跳びの選手をご覧ください。なんという美しさでしょうか。競技は失敗に終わりましたが、その宙を舞う美しさは誰もが目を奪われた瞬間でした。スポーツに美しさを兼ね備えるとこんな風になるのです。総合格闘技の試合で片方の選手が余裕を感じたのか、相手の選手をおちょくった態度で挑発し続けます。一体この試合はどうなるのか、と観客もハラハラしていました。すると、おちょくった直後の選手が相手の選手の一撃でダウンし、そのまま KO となってしまったのです。あれだけ挑発していた手前、なんとも恥ずかしい結果となりました。おそらく多くの観客はこの結果に胸をすっきりとさせたことでしょう。バスケットのロングシュートは一般人にとってはとても難易度が高いものです。しかしこの彼はとても遠い距離からのロングシュートを奇跡的に一発で決めました。これにはプロのバスケット選手たちも大盛り上がりです。これが偶然だとしても間違いなくボールはゴールに入ったのですから、やはり奇跡的ですね。総合格闘技の試合で逃げ続ける選手を追い続ける選手がいます。逃げ続ける選手はもう戦意喪失しているのではと誰もが思った次の瞬間、あっという間に追いかける選手の足を取り、足首をがっちりと固めたのです。逃げ続ける最中にも彼はずっと相手の隙を狙っていたのでしょう。いつどこで攻撃されるかはわからない。どんな時でも油断は禁物なのです。いかがでしたか？どれも滅多に見ることができない瞬間ばかりでしたね。あなたが一番感激した瞬間はどの瞬間だったか、ぜひ教えてください。すべてを通して言えることは、やっぱりスポーツは面白くて素晴らしいということでしょう。